エマ・チャドウィックは、スウェーデン生まれの画家である。アメリカ出身の画家、フランシス・ブルック・チャドウィックと結婚して、フランスで活動した。ストックホルムで生まれた。祖父は、ドイツ、シュトラールズンと出身の画家、ハンガ賞であったが、父親の幼い時に没している。父親のルドルフ・レイブシュテットは、商人として成功し、市議会議員を務めた人物である。 妹のエヴァレー・オストロムも画家になった。スウェーデン王立美術院で学んだ後、1871年からパリに留学し、私立美術学校アカデミー・ジュリアンで、ジャンシャルル・カザン、トニ・ロベール・フルーリーに学んだ。各国を旅した後、1882年に裕福なアメリカ人画家、フランシス・ブルック・チャドウィックと結婚し、スウェーデンから修行に来ている。 芸術家が集まっていたパリ近くのグレシュルロワンに住み、後に屋敷を建てた。人物が風俗画を描き、1893年のシカゴ、万国博覧会にも出展した。ありがとうございます。